真面目君、右という言葉を説明できるかい。西を向いた時、北に当たる方が右。今日から辞書編集部に配属になった真面目三ツ矢君。要領採集。この資料室には100万以上の言葉が保管されている。あの人さ、絶対変だよね。童貞だろ。西岡さん、うわ、ちょ、迎えに来てくれたんだ。私はかぐや、どうぞよろしく。好きな人でもできたんじゃない。なんで筆選んじゃったの。戦国武将じゃねえんだぞお前。大都会なんか中心になるかもしれないです。辞書は金を食うばっかりで生み出さないじゃないか。どうしてですか。僕一人じゃ無理です。大丈夫だよ。女が板前やるってやっぱり変かな。そんなことありません。大辞任は28年もかかってる。なんでやる気が出るんだよ。ありがとう。ちょっと男前になったね。手紙じゃなくて言葉で聞きたい。好きです。船を編む。おっ